なれず申し訳ない。ディアナ殿を守ろうにも、あの帝国が相手とあっては富士地方の領主でしかない私には不可能だ。帝国がリアナさんを狙うのは何か特別な目的があるからだと思います。最近の帝国は各地に侵略を行っていますから、おそらく軍事的な理由でリアナさんを狙っているんじゃないかと。同感だ。だがエストールにある光の大神殿、帝国も簡単には手が出せないだ。そうだね、あそこなら強い神官戦士がいっぱいいるしね。すいません、私のため。遠慮なんかしなくていいよ。エストールまでは遠いし、リアナ一人じゃ危ないからね。帝国もまだリアナを狙っているしな。それにどうせ俺も当てのない旅を続けていただけだ。気にすることはないさ。ありがとう、みんな。父上、行ってまいります。せっかくの機会だ。見聞を広め、しっかり修行してきなさい。ではエルヴィン殿、イアナ殿を頼みましたぞ。そうそう、気をつけてな。はい、父上。よし、じゃあそろそろ出発しよう。そこにいるのは何者だ。そこまでだ。それ以上は進ませないと。青龍騎士団か。ディアナ殿は我々青龍騎士団が預かる。邪魔をすれば命はないものと思える。ディアナ、奴らの言うことなんか聞く必要ないよ。ヘインさんの言う通りです。帝国軍の言いなりになる必要はありません。そういうことだ。それにここは私の治める領地だ。帝国軍の隙にはさせんぞ。早々に立ち去られよ。我らに逆らうというのならば力で奪うのみ。ここは私が食い止める。君たちは北へ、エストールへ向かってくれ。私の心配はいらん。さあ、時間がない、急ぐのだ。
付近の村でモンスターの群れが暴れており、村人にも被害が出ています。なんだと、見過ごすわけにもいかん。だがここの兵は避け。よし、レアド、ここの指揮は任せ。私は村へ向かう。は、しかしレオン様を一人で行かれるのですか。モンスターごとき私一人で十分だ。あとは頼んだぞ。は、よし、行くぞ。は、領主殿、どうあっても我々の邪魔をする気か。何を企んでおるかは知らぬが、お前たちの思い通りにはさせん。バカだ、我々に歯向かうというのか。命を落とすぞ。私とて一度は剣の道を極めた。青龍騎士が相手といえど、そうそう簡単には負けません。面白い、ならば死んでもらおう。
なかなかやるな。だが、これ以上はやらせん。くそ、もう少しなのに。何者？なんだなんだ。帝国軍青龍騎士団ともあろう者が、寄ってたかって弱い者いじめ。貴様、我らに歯向かうつもりか？お前ら帝国軍に用があったのは事実だ。ああ、ちょうどいい。お前らを乗した後にでも引き出すとするか。ここの若気の男、勝手に暴れさせてもらうぜ。誰だ？一体何者なんだ？帝国軍ではないようだが。Thank you.
Thank you.
全員殺しちまっちゃ話が聞き出せねえ。ありがとう、助かったよ。俺の名はエルヴィン、あなたは？ローガだ。帝国の奴らに狙われるなんて一体何をやらかしたんだ？なぜ狙われるのか俺たちにもわからないんだ。帝国がリアナ、彼女を何かの目的で連れ去ろうとしていることぐらいしか。ま、どうせ俺には関係のねえことだ。詳しく説明する必要はねえ。それより急いだ方がいいんじゃねえのか。また奴らが追ってくると厄介だぜ。そうですね、とにかく急ぎましょう。どこへ行く気だ？エストール方向だったら同じ方向だから俺もついて行ってやる。お前らの戦い方は危なっかしくて見てらんねえからな。そうか、だったら一緒に行こう。よろしく頼む。ところで、リアナさんは帝国に狙われる心当たりはないのですか？ええ、ありません。とにかく急ごう。帝国軍がまた襲ってくるかもしれないからな。